2年に一度開かれる東京モーターショーの一般公開が今日から始まりました。会場の東京ビッグサイトには最新の自動車技術に触れようと多くの人が詰めかけています。一般公開が始まる前から前評判の高かったスポーツカーの展示の前には入場ゲートから一目散にやってきた人たちが続々と詰めかけています。国内メーカー各社は若い世代の関心を引き寄せようと軽自動車のスポーツカーなどを出展し人気を集めています。自動で駐車する車に試乗できるコーナーでは最先端技術を体験しようと行列ができています。高度運転支援システムということで自動でブレーキが働くというところにすごい興味があったんで。実際体験していかがでしたか？すごいなと思いました。また会場にはプロドライバーが運転する車に同乗できるコーナーも設けられています。東京モーターショーは来月1日まで開催されます。